はい、こんばんは、うさです。うさぴよの巣始めていきたいと思います。こちらドラゴンクエスト消し消し、ドラクエ2のこちらイベントでございますね。もうそろそろ終わっちゃうんで、なんとかやっていこうと思っております。はい、こちらストーリーの方はこんな感じで、ドラゴンクエスト2のお話がざーっと、はい、流れていくわけなんですけれども、まあ多分まだね、サマルトリアの王子とムーンブルクの王女がようやく仲間になったところまでなんだよね。で、はい、地獄の使いとの、戦闘が残っているわけですね。こちら海底の洞窟ステージ3になります。こちらの方が多分終了したら、この今回のイベントはここで終了になってしまいそうなんですけれども、はい暑くてかなわないわって言ってる。かわいいなステイシーさん。いやすごい暑さだ。邪神の像も燃えてそうだよね結構のんきだし、いやがお告げの通りであれば邪神の像はこの地に眠るとか。そっか、のんびりしてる暇はないわ。さあ行くわよって。かわいいな、金髪ムーンブルクか。なんか紫色のムーンブルクもいたよね。ハーゴンさんは竜王さんと知り合いなのかな知り合いとかそういうつながりでいいのかな言ってることも一緒だな。あそこの通路の向こうに宝箱が見える。マシン、ミックスが道を開くというお告げがあったと思うのどんなお告げだろうなんかすごい可愛いけど、溶岩の流れてない道を探す方が大変だね。あー、妹のやつは元気かな。シスコンか確かシスコンでブランコンだよね。邪神の像が炎に照らされて、え、邪神の像を高く掲げたって、しかし何も起こらなかったって。あ、まだイベントどころじゃなくて、このストーリーではまだここは開かないのかな。うん、今までの流れだと多分ステージ3までなんだと思うんだけどな。いや、とりあえずこのステージ3も行ってみましょう。これ音楽が秀逸だよね、やっぱりね。なんかドラクエ2の音楽ってすごい、私ドラクエの中でもめちゃくちゃ高い位置で好きなんですけど、トップクラスで好きなんですけど、音楽がなんかとっても好きだし、あ、いきなりできるな。回復系の景色ってそんなにないしね。で、やっぱりレベル上がんないと使い物にならないってなんでなんか序の口でいきなり始まって間もない開幕でこんなに回復の方がいっぱい出るんだ、できちゃうんだやだな、こんな。できれば攻撃が、遠距離に攻撃できるやつがスキルドラキスできてほしいところなんだけど。あ、でもこれ遠くに行ってくれないんだよね、やっぱりね。この離れてる右上にいるアリンコをまずどうにかしたいところなんだけども、それを巻き込める範囲のところにスキルドラキスができないだよね。あもうこんなところで使っちゃうの、ミックス回復のミックスここで使うのもったいない。でもちょっと待ってやだーやだー、まだ使いたくない、使いたくないけど今繋がってる。なかなかこのミックスできるように隣接するのが難しいんだけど、なんでいきなりこんな初っ端からできちゃうんだろう運がいいのか悪いのか、もうちょっともっと我慢しよう。あ、下まで行っちゃえばもう大丈夫かな。いや大丈夫じゃねえ、あ、やべもったいない使い方しちゃったー。やだー。しかも右上のアリンコやっつけたいところの範囲のところに、あ、でもできた、剣が飛んでって刺してくれた。くそ、うん、よかった、クリア。まあそうだよね、まだ考えてみたらこのステージ3に来てからステージ3の1だもんね。まだそう難しくはなかった、考えてみたら
まあいいだろう、こんな感じでクリア。何のスキルドラ消しでやっつけてもとりあえずクリアだからいいや。星さんはまあまた後々取っていくとして、こうやって進めていくのね。竜王さんのお城が海の向こうにって、竜王さんって何？あ、ムーブル工場、ちょっとかわいそうな感じ。まあ自分の城が、ここは僕の魔法が大活躍すると思うんだよね。行くよ、トラマナ。トラマナって、トラマナってあれか。地面から受けるダメージのあるのを、と、言ってたら、クリアできちゃった。はい。これで、多分、進めると思うんだけどな。次のボス戦に行けると思うんだ、これで。でも相変わらず私まだ星さん取れないな。多分後で腰据えて星さん狙っていくことになると思うんだけども、なんでだろう、私一発でなかなか星さん取れないのはやっぱ下手くそなんだろうな。下手くそ選手権出れるで。あ、行った。炎の聖堂を汚す不届き者め。不届き者って言われちゃった。悪霊の神々に捧げる生贄にしてやろう。いかにも悪魔って感じ。来たな悪魔神官。地獄の使いだ。悪魔神官じゃなかった、色違いの方行っちゃった。これはムーンブルクの王女で倒すといいんだっけ。じゃあこのパーティーだ。よろしく。この時のためにムーンブルクの王女を育てておいたのだ。くらえ、ムーンブルク王女アタックを、拳をくらえ。あ、なんか回る床だ、やだ、滑る床。地獄の使い、邪教の狂信者来たでー。つってなんかいっぱいタロあるでいいわね。あ、動かないでくれる、嬉しい。ま、動かないのも、変に動かないのも困るし、動いてる方が、敵が動いてる方が、やりやすい時もあるんだけど、私何しろこの床がね、動く方が嫌い。ボス、うんぬんよりも。やだな、これ。いけんのかな、これ。ムーンブルク王女の、で、スキルで、とどめさせばいいんだっけ、これ。確かそんな気がする。あ、だからなんで私最初の方でまず開幕でまず回復の方のスキルドラ消しの方が先にできちゃうんだ。いつもいつも思うんだけど、そういう星の下に生まれたのかな。うわ、こっちしましまドラ消しの方が先にできるスキルより。これは使いたくない。なんでいっぱいこんな、回復スキルドラ消しって、あの1回戦に3回までしかできないのにもう3個できちゃってんじゃん。え、この後使っちゃったらだってさ、もう回復できなくね。できなくてバランス悪。もうこれ力技でなんとか叩くしかないんだけど。でもムーンブルク王女のスキルドラ消しのスキルでとどめさせた方がいいんだよね、確かね。ミッションみたいなのがそういうのだった気がするんだけど、どうせんのこれ。だってムーンブルク王女のスキルドラ消しできない。どうでもいいのばっかり、違う子ばっかりできるのって、これって私が下手くそなのもあるんだけど、だから違う、お前たちじゃないんだけど、いや、削りきれない、硬い。あ、来たけど、もう回復できないし、もうやれることって決まってるし、できれば目指したいところも決まってるのに、その通りに全く動いてくれない。
この動く床のせいだ。ムーンブロック王女が全然もう一つやってできてくれて、できれば隣接してくれて、こうミックスしたいところなんだけどテリーできちゃった。でも結構こいつら硬いからな、削っておいてもいいかも。あ、一気に削ったわ。もうテリー強え。そして多分すごい3列見事に綺麗に今巻き込んだからかもしれないな。ムーンブルクの王女が近くにいるんだけども、このまま多分ピンで普通に攻撃してもこれ削りきれないかもしれないんだよね。悔しい。もう一匹なんかできてくれれば一番いいんだけど回復のやつがもう全部終わっちゃったから、エンペラーの回復3回全部使っちゃったからもう回復できないし、このヒットポイントでなんとか最後までいかなきゃいけないんだけど、もう半分来ちゃった。ヒットポイントの方がこっちのヒットポイントの方がじりじり削られ削り削られの、これなんか嫌な感じの戦いになってきたな。これちょっとやだー。なんかこれもう打っちゃっていいのかな。打っちゃっていいと思う。打っちゃってこれで2匹とも削れるのかな。もうこのムーンブルク王女がさっきからもう2周ぐらいぐるぐる回ってんだけど、この床のところこっけーやだー、もう黄色になっちゃった。私の方のヒットポイントの方が、これじゃダメじゃん。倒しきれんのかなこれで。なんか我慢大会みたいになってる。向こうとこっちとどっちが先にみたいな。これで多分テリーでやっちゃったら多分テリーで倒しちゃうから、倒すこと前提だったらもうこれで発動 OK なんだけどあ、もう、だって赤くなっちゃったもん、無理。この場合はムーンブルク王女でのクリアになるのかな。テリーとのミックスになっちゃったけど、どうなんだろう。これでいけたいってほしい、なんとか。おめでとう。やっつけたじゃん、できたじゃん、なんとかなったやん。あ、よかったー、よかったー。でもこれでちゃんとミッションクリアになったのかな。ちょっとそこ重要なんだけど、そのためにずっと我慢してたんだけど、これでクリアはしたけど、これがちゃんとムーンブルク王女での己ハーゴン様万歳。ハーゴン様が今度出てくるのかな。じゃあグフこれドラクエの死ぬ時の写真のゾウさんゾウさん。お次の続きによれば、ゾウはロンダルキアへの道、ロンダルキア南の麓の町でこのゾウを使えば奇跡が起きるとか。写真なのに奇跡だなんて冗談がうまいなサバルトリアの文字なのにのんきなことをこれ何がもらえるんだこの、あ、はいガチャが1回できるやつだ。あ、5回できる、やったやった竜王さんのお城があって、これ一緒か、言ってることは。邪神の像が炎に照らされ目でって、これも一緒だな。もうこれで終わりか、じゃあ。これ以上いけないもんね。ってことは、あ、新たな強敵チャレンジ、やった。多分今までキラータイガーしか行け、あ、やったー、よかった、ちゃんとムーンブルク王女でのクリアになってる。あ、ミックスだけど、と
ということでガチャだ。ゴールドしか溜まってないからゴールドで10連。ローレシアの王子出たいな、出てほしいな。やっぱローレシアの王子かっこいいなって。金の玉が2個。でも増えた増えたけど金だった。虹でなかった。でもこれからだよね、これから。違う。お前はなんだ。え、サマルトリアの王子いらっしゃーい。ありがとう、出てくれて嬉しい。出てくれただけでも嬉しい。いやでも、ノレシアの王子がいない。いないよー。あー、うん、ここからは消化試合。何が出るかって。もでもほら、どっかでもしかしたら、またお前、上がるかもしんないじゃん。いきなりピカって光ってキラって虹になる可能性があるかもしんないって。お前もどっかで見たやつばっかりだな、こいつな。本当にもう全然昇格しないな、おかしいな、こんなはずじゃないんだけど。うわー、どっかで見たヒゲ親父。あ、止まっ、なんで同じのが私さっきからいっぱい出るの。あ、何事もなく通常運転で終わった。サマルトリアの王子だけか、サマルだけか。悔しい、お前だけだ。でもサマルトリアの王子とムーブルクの王女が今回は出たってことか、ゲットってことか。でも、うん、いいよ、それでも、うん、というか、こっちだ。どっちかっていうと私が気にしてたのは地獄の使い、やっぱり解放された。よろしく。よし、行ったるで。でも、これでいいのかな。まだまだこれからだ。ということで強そうだな。動く、動かないか。まずはいつも通り、まずスキルドラケシを作るためにも、動ける範囲をちょっと広げるために、邪魔な樽とか鶴とかを消そう。で、ここはだいぶ広がった気がする。でもまだまだ、なんとなくさっきまでずっとやってたストーリーのせいで、地獄の使いはムーンブルク王女で倒さなきゃいけないような気がしてしょうがない。なんか魂に刷り込まれてるな、これ。お前か。あ、そっか、前までのどっち顔システムだから、別にこの中でここのステージで地獄の使いとかのボスのドラケシをゲットしようとしなくていいんだよね。ご褒美で確かポイントが上がったり、クリアしたステージの高さとかによって確かご褒美でもらえるはずだから、ここでドロップするのを待たなくてもいいのかな。毒キノコが来たけど、でもやっぱり毒キノコより違うところが出るんだったら違うところ出てほしいんだけど、やっぱりこの地獄の使いは出ないのかな、落ちないのかな。これはもらったかな、いけるのかな。ミックスしてでも一応はそれでクリアになるっていうのは分かったので、やった。これでおそらく高得点取れるのかな。スコアも、スコアのね、このポイントが問題になってくると思うんだけども、あ、全然星取れねえ。
だやっぱり。でも仕方ない、頑張った。ここまででも頑張ったよ。で、ご褒美を見てみよう。まずゴールとか、まあ初回だからまだ始めたばっかだから、やっぱレベル50でもらえるね。地獄の使いの消し消し。あとはこっちの方でもポイントでももらえるね。6600だって。いや全然まだ、今140とか、かわいい数字なんだけど無理。はい、ということで今回はドラクエ消し消しのイベント、ドラゴンクエスト2の方のこのロトの血を分けた仲間たちやっていきました。多分まあこの3人が集まって地獄の使いを倒すところまでが今回のストーリーみたいです。続きはまたそのうち出るんじゃないかな、いつか。その時にはなんとかローレシアの王子の消し消しもゲットしたいところ、はい、でございます。ということでお付き合いありがとうございました。また楽しみにしてもらえると嬉しいです。次のイベントの方とか、次の消し消しとかでもお会いしましょう。うん、こんな感じだ。ストーリーは進んでない。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにします。お付き合いありがとうございました。それでは、またね。